にちは。さゆたかさん、はい、巨人がここまで選手正式に獲得してもうファームの試合でも出ています。ここに来て巨人が、まあ、補強というのがちょっと数週間前に入ってきて、この補強っていうのはまずどう見てますか？いて、うん、無駄にはなんないんだよ。そうなのか。いや、ただ迷いになると困るけどね。そうですよね、迷いになると困るけど、でも迷えるほどいい選手だったらいいじゃない、はい。いや嬉しい ね感じですよね。いやだからまあ何でもそうだけども、はい、やっぱ怪我とかもいろんなこと考えると、はい、いてくれると助かる選手っていうのはありがたいよね、うん、確かにね。いつ何時そのポジションで怪我人が出るかわからないですもんね。であのココモンテス内野手27歳なんですけれども、ファームでは6番 DH でも早速スタメン出場もして第3打席でヒットで、まあ、上々の滑り出しでした。そして守るのはショートというところで、阿部監督、あの三遊間というふうに最初話は聞いてたんですけども、ショートの守りについてると。まあ、ショートって言ったら守りの要だからな、はい。まあ、そこら辺で外国人が入って、この前ピックオフを山崎伊織と吉川がやったけど、はいはい、うん、そういうことがショートはもう今年は全くできないっていう想像がつくよね。ああそうか。いやそれとやっぱりいろんな中継プレーとかにもやっぱ関与していったりとか。どうなんだろうな、ショートってなかなか簡単にできることはないと思うけどな、うん、しかもこれ試合のもうシーズンの途中からじゃないですか。そこにポッと外国人の選手がショートにっていうのはそうですよね、考えてみると。ただどうして阿部監督がその選手をっていう、やっぱ門脇とか、うん、まあ、伊豆口への刺激だよね、うん、あそこなんですね、うん。まあ、それとやっぱ坂本がサードで出たり入ったりするんだったら、うん、まあ、サードでちゃんと安定的に出れる選手を探してたとか、うん、まあ、そういうことにはなるんだろうけどもね。そうかそうか。ただあのバッティングを見たファンの方たちなんですけれども、はい、打撃フォームに皆さんなんか着目しているようで、なんか既視感あるんだよなと思ってたけど、ちょっとブリンソンに似てるなんていう風なファンの方もいらっしゃったり。ブリンソン、はい、去年までいたあのブリンソンをもうちょっと腰低くしたっていう、まあ、そうかもわからんな、うん、まあ、ブリンソンにも似てるし、うん、まあ、ヘルナンデスにもまあなんか似てる部分もあるし、うん、長距離というかそういうわけではないですよね。まあ、そうでもないね、うん、やっぱこうミート中心で、うん、まあ、打っていくバッターなんだけども、はい、まあ、定期的にホームランが出てくれるとね嬉しいけども、うん、そうなんですね。なんかこうアベレージだけではさ、はい、なんか物足りない感じがしてくるかなという感じはするけどね、うん。まあ、ヘルナンデスは打ってくれるじゃん、たまにホームランとかね、うん、だからいいけども、うん、まあ、アベレージの中でもちょっとピリッと辛いスパイスの効いた、うん、なんかそういうバッティングをしてくれるとすごくいいけどね、うん。まあ、バッティングはそんなに大崩れしないかなっていうの感じはするけどな。あ、そうなんですね。ただまあやっぱりやってみなきゃわからないけどね。そうですよね。じゃあちょっとまあ率残してくれそうな感じで大崩れせずに、うん、まあそのホームランが出ないんだったら率は残してほしいよな、うん。そうですよね、うん。何番に入りそう、まあ6番に入ってるから6番ぐらいを予定してるんじゃない、はい。だから今でいうところの例えば岸田選手のあたりなんですかね。で実はあのヘルナンデス選手とマイナー時代に2人対戦してるんですよ、2022年、うん、で2塁に到達したヘルナンデスにあのショートを守っていたモンテスが話しかけたことから実は交友が始まっていたということで、あの彼の活躍は知ってると、日本の投手がどういう攻め方をするのかいろいろ聞きたいですというふうにモンテス選手は話していて、これに対してヘルナンデス選手はできることは何でも協力したいというふうにあの2人のこう熱い友情を交わしているみたいなあの記事も出てたんですけれども、あの総攻守すべて特に守備が本当に素晴らしい、球際が強くて非常に素晴らしいショートストップですというふうにヘルナンデス選手はあのモンテス選手のことを評価してる、ね、はい。まあ人工芝で守れない人っていうのはいないと思うんだよね、うんうんうん。まあ、松田甲子園、うん、まあ、この2つぐらいか、うん、そうですね、うん。まあでも松田はなんかね内野に芝あるし、うん、形状としたらメジャーの球場みたいな、あ甲子園だな、土のグラウンドで、ファームのグラウンドで土だけでやってる時にちょっと守備がもたついた、うんシーンがあってね、まあ、それで、うん、まあ、確かに球際強いのかなとか、今のコメント見てると、はい、聞いてるとね、
まあ、そう思ったんだけども、まあ、これもやっぱり実戦で見てみないとなかなか評価を下せないという、はい、ただやっぱこう親交があって仲がいいっていうのは、うん、ピンときたのがヤクルトのオスナとサンタナ、まあ、ここら辺がやっぱりね、チームメートで本当に腹割って話せるような人間がいると、うん、すごくいいよね。確かにそうですね。飯食い行こうぜみたいな、はい、まあ、そういう友達であればさ、うん、長く続いてくれそうな、うん、まあ、そんな感じがしたね今一瞬。確かにあのホームシックにも、ね、ならないです、まあ、そうだな、すんなりなんかこう入っていけそう、気持ち的に。で休みの時だってさ、はい、どっか行くかみたいな、うんうん、まあ、そのぐらいのことができれば、はい、ですごくいいよね。あとやっぱり言葉が通じ合えるっていうのも大きいですね。まあまあそれはそうだな、うん、心が通じ合ってる、で、まあ、それはすごく大きなことかなと思うよね。そうですね、うん、オールスター明けから、はい、まあ、1軍に上がってきてスタメンで使われるんじゃないかというふうにも言われてますけれども、まあでもオールスターの時にこう阿部監督が判断すると思うよ、実際でしっかり使うのか、はい、それともやっぱショートというポジションはやっぱサインプレーもいろんなサインプレーがあるし、うん、ちょっと待てと、うん、ストップかけるかもわからないし、はい、じゃあサードから行こうっていうことになるかもわからないし、うん、まあ、そうなったら坂本をショートに大好きですもんね坂本選手ショート選手は。いや好きなんそうですよね。いやだからまあでもその取った以上はね、はい、まあ、どっかではもうまあ試していくだろうし、うん、まあ、そのスタートこれがうまいこと切れるとね、うん、まあ、外国人だから乗っていったりとかさ、はい、ヘルナンデスと、ね、うん、一緒にやろうぜみたいなことになったら怖い存在になってくる可能性もあるよね。そうですよね。もうすでになんか相性もあのココって言われてるので、ヘルナンデスと2人でエリココココンビとかココエリコンビどうなるのかみたいな感じで、もうファンはもう活躍することを前提にやっぱ話されていて、ね、ヘルナンデスがうまくハマったのでモンテスもいけるんじゃないかみたいな。またヘルナンデスが人が良さそうだもんな。もうそうなんですよ、顔表情もな、うん、でもやっぱジャイアンツが取ってくる外国人って、はい、まあ、ポランコもそうだし、はい、ラボーカ、はい、でも人がいいよね。そう、みんなも良さそうな顔してるんですよ。そうだよな、そうなんですよ。あのデニーが取ってくるのに性格も見てんのかね多分そういうのもあると思いますよ。あるんだな、うん、性格が良くないとか合わない選手は多分日本じゃ無理ってやって、まあ、そうだよ、だと思いますよ。まあここも人が良さそうだよな、うん、そうだ、そうなんですよ。じゃなかったらヘルナンデスは合わないしと思うしね仲良くならないっていうね。そう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 、うん、いやだから いいコンビになるといいな。そうです、そうですよね、うん、まあ、いいコンビになっていい、またね後半戦巨人が上がっていく起爆剤になるといいなっていうふうに思ってると思うんですけれどもね。まあヘルナンデスも右、ここも右、はい、まあ、そうなってくるとやっぱこう左がねすごく多い多いって開幕前に言われたことが、はい、やっぱ外国人2人が右っていうことになってくると、うん、まあ、岡本も右だし坂本も右だし、はい、非常にバランスよくなってくるよね、うん、そうですね。いやこれはちょっと楽しみだね。楽しみですよね。今年本当にはね、小童話選手 の本当にあの帰国から小童話良かったねいやな、まあいたらね活躍してたかもわからないけども、はい、なんかうまい具合にいってるな。そうなんです。そこのドタバタ劇からヘルナンデス選手が来て、そうだね、ハマってハマってな。あの巨人はあの、ね、今シーズン本当外国人選手の補強っていうところをシーズンで結構やってきてますね。まあ、そうだな、うん、まあ、当たってんだよねそれ。そうなんですよ、当たってんだよまあでもピッチャーでいうグリフィンもね、はい、昨年からもう何年やってんだって思ってたけど、うん、でも力はあるって思ってたんだよね、はい、でもハマりだしたらやっぱいいピッチャーだなー、そうです、ね、と思うし、うん、でヘルナンデスもそうでしょ、はい、まあ、オドワがちょっとあれだったけども、はい、今回のここここもです、はい、もうなんか良さそうな雰囲気はするよね。そうですよね、うん、なので、ね、ちょっとオールスター系まずショートからスタートするかもしれないんですが、まあ、その守備であったりショートからスタートするかね。いやでもショート今ショートしかやらせてなかったらショートからなんですか、ね、まあまあそりゃそうだろうな。そうですね、まあ、途中で守備位置が変わるのかショートめちゃくちゃうまいねっていう風に華麗なプレーを見せる、まあ、だけど今からこうサインプレーとかこういうのがあるよって、うん、上に行ったらピックオフがこういうのがあるよっていうのは教え込んでんだろうな。多分もう急ピッチでやってると思うので、まあ、まあそうだな、はい、ちょっとそのね、まあ、野球やってたらできるかでも向こうはあんまないからなそういうサインプレーが。多分日本の方は緻密でしょうね。いや緻密って作りたがるんだよね使いもしないの使いもしない
いや本当に、うん、5つも6つも作るやつがいるんだよ。好きなんですね、それ。お前そんな使えるかって。いや試合時代でそんな展開出るって、うん、本当なんだよ。なるほど、うん、それはもう一番させるのは顎の呼吸、うん、目と目でうっていう通じ合った時にさせるとかね。あ、まあ、そういうのはあるけどね、はい、サイン出してあの刺されてるやつはいないよ、なかなか。そうなんですね。まあいいか。そのじゃあ心配は、その心配はちょっとは大丈夫そうですかね。まあ大丈夫そうやけどな。うん、じゃあちょっとね、交流戦後から一軍で多分ベールを脱ぐと思うので。やっぱね、守備だけだと、もちろんその門脇とか伊豆口を使うと思うんだよ、はい、うん、やっぱいかに打てるかだな。そこですよね、うん、多分そこだと思う。守るだけだったら別に困ってるわけじゃないから、はい、やっぱ打てる、うん、ね、まあ、そういうことだな。そうですね、ちょっと打つ方に期待したいです。はい。